マリア・シェディホビッチは、セルビアの歌手で、ユーロビジョンソングコンテスト2007に、セルビア代表として参加し、優勝を収めた人物、ユーゴスラビア社会主義連邦共和国、セルビア社会主義共和国、クラグイエバツ出身で、歌手のベリツァ・シェディホビッチの娘、ユーロビジョンソングコンテスト2008では審査員の一人を、務め、開会時には、モーリトバを歌った、マリア・シェディホビッチの、 デビューアルバムは2003年に発売され、好評を受けた。このアルバムからの最大のヒットは、ダルコ・ディミトルフ作曲のザナチラ・ザナムであった。2005年夏、シェリホビッチは、ギリシャのスーパースターでスピナ・バンディのオロ・オリッピスをカバーしたシングルアゴニジャを発売した。2枚目のアルバムベス・ローバービは2006年に発売された。2007年、シェリホビッチは2枚目のシングル ベステベを発売した。2007年6月28日、アルバム、マリア・シャリフビッチ、モーリトバ、ザ・ベスト・オブを発売した。マリア・シェディホビッチの3枚目のアルバム、ニーサム・ジオは2008年の春に発売され、9曲を収録している。2003年、マリア・シェディホビッチは、ブドバフェスティバルで、ダルコ・ディミトルフ作曲の、豪華コココラダを歌った。2004年、 シェリフォビッチは再びブドバフェスティバルに参加し、ボールドゥールディラ王隊優勝を収めた。この曲は地域のチャートで首位となった。2005年のベオビジアでは、シェリフォビッチはポヌラ王隊エブロペスマへの進出を決めた。エブロペスマは当時のユーロビジョンソングコンテストのセルビア・モンテネグロ代表を決める国内選考であり、シェリフォビッチはこの時18位となった。同じ年、 シェリホビッチはセルビアラジオフェスティバルにレオンティナ・ブコマノビッチ作曲のユーナ・ナデルドジューで参加し優勝を果たした。2007年2月21日、シェリホビッチはベオグラードのサバ・センタルにて初めて自身のソロコンサートを開いた。4000人強の観客が集まった。2007年のクロアチア議会選挙の時、シェリホビッチは同国のザグレブで 独立民主セルビア人等の応援のために歌った。セルビアのユーロビジョンソングコンテスト及びユーロビジョンソングコンテスト2007も参照。シェリフォビッチは2007年3月8日、この年から独立国としてユーロビジョンソングコンテストに参加することとなった。セルビアの代表を決めるベオビジアに参加した。審査員投票と電話投票によって、シェリフォビッチのモーリトバが優勝曲に選ばれ、 シェリフォビッチはフィンランドのヘルシンキで行われるユーロビジョンソングコンテスト2007への参加を決めた。この曲はまた英語及びフィンランド語でも録音された。また、ロシア語バージョンもある。ヘルシンキのユーロビジョンソングコンテストにて、ユーロビジョンソングコンテストのプロモーションツアーの中でシェリフォビッチはボスニア・ヘルツェゴビナ、クロアチア、マケドニア共和国、スイス、ギリシャを訪れた。 はじめは、ミュージックビデオの制作も予定されていた。ドキュメンタリーが制作され、ミュージックビデオや、ユーロビジョンへの準備の映像が収録される予定である。3月12日、準決勝と決勝の登場順が決められた。セルビアは準決勝で15番目の登場となり、決勝進出を決めた。決勝では、ドイツとウクライナの間、17番目の登場となった。シェリホビッチの曲、モリトバは、 ユーロビジョンソングコンテストで優勝を収めた。優勝後の会見で、マリア・シェディホビッチは、今夜、セルビア人であることをとても誇りに感じた。と話したシェディホビッチが、ベオグラード・ニコラテスラ空港に降りた時、7万から10万の人々が、セルビア市民議会の前で彼女を歓迎する集会に集まった。マリア・シェディホビッチは5月25日、出身地のクラグ・イエバツでコンサートを開いた。 シェリフォビッチは、彼女のユーロビジョンでの優勝を祝う6万人の監修の前でパフォーマンスをした。シェリフォビッチは、クラグイエバツでのコンサートは全く感じが違うと話し、その理由として、クラグイエバツでは、自分の友人や、同級生、教師、隣人、毎日顔合わせる人たちの前で歌うことを挙げた。ユーロビジョンソングコンテスト2007での優勝曲、モーリトバが、 ソニマーライの曲、ドルジャからの盗作ではないかという疑惑が持たれた。後に、ドルジャを作曲した、マケドニア人、プロデューサーマーヤヌ・フィリポーフスキーによって、同曲とモーリトバの関連性は否定されている。2007年12月24日にクラブイエバツで、2008年1月15日に、ベオグラードで、シェディホビッチは、ユーロビジョン優勝曲、モーリトバを、 セルビア旧進党の選挙運動で歌った。シェリフォビッチはまた、旧進党の副党首で、民族主義派の大統領候補トミスラブ・ニコリッチの応援に加わり、彼女の祈りは、新しい、これまでと違うより誇れるセルビアへのものと付け足した。多くのシェリフォビッチのファンたちは、彼女がトミスラブ・ニコリッチの応援に加わったことを残念がった。セルビア旧進党の党首は、 ユーゴスラビア戦争の間に行われた戦争犯罪の権威で、デンハーグの旧ユーゴスラビア国際戦犯法廷にて拘束されているボイスラブ・シェシェリであり、旧信党は大セルビア主義を推進する過激な民族主義の政党であった。作曲者のサシャ・ミロシェビッチやモーリトバを作曲したブラディミル・グライッチ・グラヤラは、こうした政治的理由からシェリホビッチと仕事をするのを止めたとも言われている。 欧州連合は2008年のヨーロッパ文化館交流年でシェリフォビッチを15人いる文化館大使の一人としたがシェリフォビッチの民族主義的態度のためにその活動を続けることを認めるか論争となった。しかしマリア・シェリフォビッチがユーロビジョンソングコンテストに参加する前セルビア国営放送の番組アバルスキー・トーラン派に出ていた。出演者が それぞれ最も偉大だと思う三人のセルビア人の名前を挙げる際、シェリフォビッチは民主党の党首で改革派の元首相ゾランジンジッチの名を挙げた。詳細は EN、マリア・シャリフビッチディスコグラフィを参照、ナージ、ナハベリア、編集ザナッジダザナムサットイジネックテ、ダボノシナージ、ナハベリア・ジアスイエダン・コリック・ TI ・ミセスビデス・ TI、アイシャモティ・ボリムがザスリク・ナム・マロトレバ・ベス・ローバビ、 編集パベラディミー・イエソン・ベスナズ・1 0 1 n チ・ボトジョハ。カセロジー・パメティ・ミーポスザマ・ラス・ニー・ジェーミッパー・ビップット・ビロ。バイ・ボリエ・ベス・ローバ・ビトル・ビサ・イユー。ナデル・ド・ジュボール・ドゥール・ディラ・ゴーカ・ココラダ・モーリトバ。ザ・ベスト・オブ。編集モーリトバ・ザ・ナジダザ・ナム・ネックテ。ダボ・ノシ・ジアス・イエダン・コリック・ザ・スリク・ナム・マロ・トレバ・パメティ。ミーポスザマ・イエソン・ベスナズ・ヒャクニー・ジェーミッパー・ビップット。ボール,ドゥルディラユ・ ナデルドジューモアパリーナニーサムアンディオ、編集ニーサムアンディオイエダンドーバーラスローングスベイポ、ストラムエヌイボリーズジュザナムポットバラザブロンハナプリカ、ケイズノダテ、メンゲムベレメイジュダクレネムボールジージベット2005年、編集27年、編集、ありがとうございます。